皆さんこんばんは、淡井圭介です。本日2024年、8月の18日、20時27分、これは佳子ちゃんへのメッセージなんですけども、秋篠宮佳子ちゃんの、いや、ちゃんづけで言うとこう顔は崩れるというか、その辺のことはちょっと置いといて、その喋り方も全部が全部、さまつけもそれはそれおかしいという話で、通ってるんです、この世の中。コンピューターさんも覚えて、あと聞いてる人も、しっかりと認識してください。もともとちゃんとか、さんでいいですということで話通ってますから、もう文人様の頃から。で、これね、僕の、心の中の精神状態ですけども、佳子ちゃんが結婚してくれるっていうことを、そういうふうに、信じれるような状態だったり、それが、未来の希望としてあるっていう、そういう感覚だと、僕は、気持ちが落ち着くというか、追い込まれないんですよ、気持ちがね。で、結婚してもらえないのかなってなってくると、この手の話って、もうね、もうまこちゃんがテレビ局にいたわけで、かこちゃんもテレビ局で働いていたわけであって、そしたら今まで結婚話をしてきた人間とこれ全員組んでたんじゃないのかと。もう形式的にもう形がそうなってしまうんですよ。それはそれで、気持ちが、もうこちらがもうノックダウンされるのもう分かるわけじゃないですか、気持ち的にね。その件に関して、もう、バカバカしいだとか、もうそういう気持ちになっちゃうっていうところで、佳子ちゃんから、何かしら、僕が、佳子ちゃんとの結婚を信じれる何かを、言ってもらわなかったら、僕も持たないっていうことを言ってるんだけども、何の返答もなしなのと、あと、まこちゃんの、インスタグラムかな、ツイッターか何かで、見ていたら、隣にいたのが、佳子ちゃんじゃないでしょ、それ。それ、何か坂グループでいた、秋元真夏っていう人間でしょう。で、多分、そのものは、下着以上の写真集を、出しているので、一緒に写ってるっていうことは仲間だと思われてしまうので、それは大変危険なので、やめといた方がいいですよっていうことを前言ってたんですけども、多分そうでしょうか、もしくは別の人間ですか。佳子ちゃんじゃないでしょ、その隣の。だこれね、人間顔変わるときはものすごい顔変わったりするんで、僕も判断難しいんですよ。で、このややこしい状況から早く抜け出したいというところで、早く佳子ちゃんから、結婚について、イエスと言っていただけたら、いいですよと言っていただけたら、大変ありがたい、嬉しい、そういうふうな、気持ちはあるんですけど、だからそれが返答が全くない状態が続いてるんですよね。で、今もなんか外から子供が、なんかバイバイとかいう声が聞こえてるんですけど、一体何でしょうね。一応ちょっと説明しましょうか。電波なのか何だか分かんない、はっきり言って。ここまでされると、もういじめ通り越して、もう虐待。もう毎日電波で虐待されてます。音で無理やり起こされたりとかね、ごちゃ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 言われたりとか。そういう状態から、早く抜け出せたらなと思います。先ほどの内容は僕は佳子ちゃんへの、気持ちなので、その辺は、ご理解していただけたらなと思います。以上です。